今年のよさこい祭りの参加チームの受付が昨日締め切られ、189チームが参加することが発表されました。今年で71回目を迎えるよさこい祭りには県内126チーム、県外63チームの合わせて189チームが参加する予定です。去年より29チーム多く、踊り子の数は去年より3000人多い、およそ1万7000人となっています。県内12チーム、県外9チームが初参加となります。主催するよさこい祭り振興会は、病院や子どもチームなどコロナ禍を経て5年ぶりに復活したチームもあり、思いのほか多くのチームから参加表明があった。本番に向けしっかりと準備を進めていきたいとコメントしています。チームの代表者会は6月15日に行われ、8月10日、11日の本番に向けた本格的な練習がスタートします。